橋原さんの投稿は、小学館サイドと改めて確認した上で、実写化に当たり許可を出すきっかけから時系列に沿って詳細に綴った内容、必ず漫画に忠実に、お念頭に漫画に忠実でない場合はしっかりと過失修正をさせていただく、未完の漫画のこれからに影響を及ぼさないよう、原作者があらすじからセリフまで用意する。場合によっては、原作者が脚本を執筆する可能性もある、といった各条件を提示し、 ドラマ制作サイドも同意した上で決まったことと説明しています。しかし、制作の過程では漫画を大きく改変したプロットや脚本が何度も提出され、当初お伝えしたドラマ化の条件はどうなってしまったのだろうと疑問を常に抱えた状態での過失修正の繰り返しが続くことに、結果として9話と10話の脚本は8話までを担当した脚本家ではなく自身が書くことになったことを明かしています。 なんとか皆さんにご満足いただける Q は10話の脚本にしたかったという足原さんですが、連載の締め切りも重なったことで自身としても悔いが残る結果に、Q は10話の脚本にご不満を持たれた方もいらっしゃるかと思います。どのような判断がベストだったのか、今も正直正解がわからずにいますが、改めて心よりお詫び申し上げますとドラマ原作ファンへ向け心境を綴りました。 足原さんの投稿に業界関係者も次々と反応。自作が霊媒探偵、上塚翡翠、日本テレビ系として2022年10月にドラマ化され放送された小説家の相澤さ子さんは、直接言及はなかったものの自身の X、Twitter へ改変されて面白くなることもあるでしょうけれど、許可を得ずにやってはいけないと思います。関わった人たちがみんな原作を愛していないかというとそうではないはずなので、 なかなか難しいですよねと投稿しました。相沢さんは自作の映像化に脚本家としても参加した立場です。また、2023年10月に放送されたドラマ、18歳、新妻、不倫します、テレビ朝日系の原作者、渡辺志保さんは同じ漫画家という立場から、足原先生はとてもリスクを持ち発言されたと思いますとポスト。 映像現場において原作者には、味方はあまりに少ないと打ち明け、芦原さんの発信が肯定的に受け止められていることへ、救われた作家はたくさんいますと感謝を綴りました。その他、野田目カンタービレの二宮智子さんや、フリーター、家を買うの有川博さんらは原作者サイドから、鋼の錬金術師、TBS 系といったアニメや、 東映特撮作品に数多く関わる相川翔さんは脚本家の立場から、それぞれの意見や見解を SNS に投稿しています。